次はですね、原田どっちっていう企画ですけど、これはね、イエス・オア・ノーで原田さんに答えてもらうって企画ですけど、シンプルなやつですね。そう、バーチャルとファイ作りたいと思うのはどっちとか、原田のバーの有料サロンやりたいやりたくないとかね。ストファイっていうのみんな、僕の周りはストファイなんですけどね。違うんですかね。ファイファンと FF 派みたいな、どっちだったの？ FF だよね、はい、でもファイファンって人もいるんだよね。ファイファンは僕の周りいないです。いや、いるんだよ、これ会社の中でもいるんだよ。いや、ファイファンですよっていう人がいるんだよ。あれでもストファイじゃないですか。ファイファンってどこで省略してんだよと思ったんだけど本当ですね、一つねあるのは、飛行機のリクライニングを倒すか倒さない派、原さんどっち？ああ、それは無断で倒すか倒さないかが何種類かあるじゃん。どっちなの？そもそも倒すか倒さないかっていうラインがあるじゃん。そこで倒す派の中でも後ろの人に断るか断らないかみたいなのあるじゃん。何も言わずに倒すか倒さないかですね。ああ、俺はそういう気遣いが嫌なので、僕はビジネスかファーストクラスにしかならない。ああ、そっかそっか。そもそも僕ら会社にこのレイヤーでは唯一認められてるビジネス絶対ずっと乗っていい権限が与えられてるので、だから僕はビジネスだから。ただ、じゃあずっと全部の路線がビジネスのね、ああいうシートとかって倒すの関係ないシートとかってそうじゃないんですよ。割と行った先の海外とか国内線とかだと普通にエコノミー乗ってるから、そうすると倒さないみたいな瀬戸際があるじゃないですか。あれは新幹線のグリーン車は俺はね、倒すんですよ、一言言ってから。これが俺の場合ちょっと厄介で、後ろにいる人がどんな人かのプロファイリングをするんですよパッと見て、ああなるほど、パッと見て、まあ例えばほら日本だとね、これ日本の人しか分かんないと思うけど、日本だとホリエモンさんいるじゃないですか。ホリエモンさんって俺会ったこともあるんだけど、ホリエモンさんは、ホリエモンさんって言い方もホリエモンって言い方してるけど、ホリエさんはなんかあれでしょ、そんなもん言わずに倒せよっていう話人じゃないですか。だって倒していいんだから、そのためにあるんだから倒したって、そんな俺にいちいち倒していいですから聞いてくんなっていう派じゃない。でそれも分かるんです、で逆に一言声をかけまるっていう日本人としての気遣いがみたいな人もいるじゃん。俺それも分かっちゃう、どっちも共感できちゃうんですよ実は。どっちも実は筋は通ってるんですよ、そういう意味で。筋というか、まああり得るセオリーじゃないですか。っていうことは人によって違うんだと、俺は普遍なんだけど、前後は変わるわけでしょ、人が。だから俺は後ろの人の空気で変えるなるほど。でそれを類推するのも楽しいし、パッと見て「この人倒していいですか?」とかいちいち言ったら「あっ?」いや別にいいけど」ってなりそうな人なのか、それとも「あどうぞどうぞ」って当然のようにでも言われて、一言声かけてもらったからなんか気が楽になったっていうタイプなのかを、こう見た目で仮説立ててさあドンっていうのが好きだね。僕はもうあれですよ、そーっとちょっとニューってくる人だそう、あれさ分かるから、やられてる側はこいつもっと早く来いよと思う俺とか、俺を引っ張ってやろうかと思うことあるもんじゃあ原さん、すげえシンプルな原田どっち1個だけやると、バーチャーとストファイ作りたいのはどっち？ストリートファイター。それは結構ちゃんとした理由。バーチャルだから逆に言うと結構ライバルとして見てきて、で言うたら同じジャンルなんで、ある意味アンチテーゼみたいなことでやっちゃってることもあるわけじゃん。でそうすると俺がバーチャル作ると限りなく鉄拳ライクになると思うんだよね、結局。だってそっちに答えを求めちゃったわけだから、こっちが正解なんじゃないかと思って、ある意味アンチテーゼじゃないけど、別にアンチじゃないよ、本当そういう意味のアンチって意味じゃないけど、なんかなんだろう、あえていやばあちゃんはこうだと思ってるかもしれないけど俺らはこうだっていうことやっちゃったわけじゃん、うん、そういう意味で言うと 2D 格闘って実はその同じジャンルなので全然違う世界なので、うん、作ってみたいとしたらストリートファイターかな。うん、なるほど。いやたまにあんのよ。だからもう言うたら失礼やけどこれ失礼だってことを覚悟で言いますよ。これ多分向こうも思ってることもあるしこれは別にストリートファイターの俺もともとストリートファイターファンですからね。ルーズ大好きでだからこのキャラデザインなんでこのキャラデザインのこの出してきたみたいなこと思うことがあるのよ。あれは全く多分違う価値観の方が作ってらっしゃるっていう意味でやっぱり俺らの中にはないものだから逆に自分が作ったらどうなのかっていうのは興味あるね。確かにね、うんそれで出してみた時に世の中の人に「お前なんでこんなキャラにした?」とか「なんでこんなゲームデザインした?」って多分言われることがあるとしたらストリートファイターの方が多分多いから面白みはあるよねっていう、うん、確かにね、うん、新鮮味もあるってことでしょ原さんにとっては。新鮮味はあるね。いまだにストリートファイターが出してくる新キャラとかいちいち新鮮味があるもん。えって思うもん。プロダクトアウトっていう作り方をちゃんとある意味昔ながらのクリエイターとしてのプロダクトアウトやりたいからこれをやってますみたいなことを割とやる人たちのいまだにっていういい意味でね、うん、なるほどね、うん、セオリー外のことを割とやってくるんですごっと思うよ。すごっと思うこともあるしえっと思うこともある。だから逆に言うと桜井さんとのドライブですね。これをどう実現させるか。俺は車買い替えちゃったからね。いやだからもうそうなったらもう桜井さんの車ですよ。桜井さんとせっかく僕もメルセデスの S なんですって言ってた SS 同士のドライブができると思ったらであっちにだから桜井さんに乗せてもらいましょう。桜井さんの助手席に乗せてもらって。あの車の助手席じゃなくてね後ろに乗った方が快適なんだよね。そうですね。そうでもちょっとね旅行っぽくはできないので前ちょっと喋ってたみたいな、まあ、ツーリング行ってちょっと休憩所に行く感じでしょう、はい、まだその車に乗るのも空間で今コロナ禍であれなんで、まあ、だからそれぞれの車出してやるのはやりたいね。そうそう、うん、途中で拾っていくパターンもこの間喋ってたじゃないですか。あそうね途中でね、うん富山さん手挙げてて無視してブーンっていくとか、うん、それいいじゃん。もうそれだけ取りに行こうよ。富山さんには黙っといてドッキリで待っててください、うん、そこでって言って、うん、いいね。ものすごい富山さんがここですよってやってブーって鳴らして先に去っていくみたいなね。社名が変わりますの手紙原さんとの会社に来たでしょ。あれ開封式やります今やる、うん、じゃあついでにやりますわ。そうだそうだそれあったわ。これね、はいはいはい、僕宛てに来た手紙なんですよ、うんうん、これしかも来ても2月2月ぐらいですよね確かね。2ヶ月空けてないっていうどういうこと2ヶ月空けてないですよ。これまた開けにくいねこれ。僕それ苦手なんですよね。ああもうひどい。いやいやもうそれはそうなります。ひどい開け方になっちゃったよもう。そうなりますよね。来ましたよほらもうほら。さてかねてよりって書いてあるけどね。新会社創設に向け準備を進めてまいりましたがこの度。ディライトワークス株式会社より事業継承並びにソニーグループへの参画の運びになりましたって。うん。こうちゃんとこれモザイクでちょっと入れてね、自分で村岡さんと小野さんから写真撮りましょう。こういうね手紙が来ました、うん、手紙ってこれみんなに関係各所にはもちろん配られてるもんですけど、はい、こういうちゃんとしただからあれですよね手書きで一添えとかないパターンのやつですよね。ないこれちゃんとオフィシャルな、こうなんかこうみんなに同じ文章のやつ、綺麗な紙のやつですね。うん来てます、はい、だから生きてますね、うん、よかったよかった。まあちょっとこの中から実現へ向けて深掘りミーティングをする企画もあれば、うん、本人呼んで説得する企画もあるかもしれないし。わかりました。まあ頑張りましょう。そうです。ちょっとそういうことを今後やっていこうかなと思ってます、はい、そんなわけで、うん、久々にキャスティング会議です。ちょっと僕これ原田のバーでリツイートしてか原田さんリツイートか同じタイミングで見てたのかちょっと分かんないんですけど、うん、シャオユーのコスプレでね異常に似てる子がいてシャオユーの CG のシャオユーに似てるんだよね。そう、うん、ゲームモデルのシャオユーみたいな人がいるよね。てんてんさんっていう方なんですけど、これも激似でこの方はなんかてんてんとかなんと同じ音をこう繰り返す名前って中国のパンダの読み方とかだけど、うん、この人は中国の方ではないんでしょ。多分日本だと思いますよ。ちょっとこう全然わからないんですけど、僕も全くだからツイッターを見てますけど細かいこと書いてないし、うん、多分日本の方じゃないかなぐらいにしか今だから住んでるとこは日本なはずだよね。だとわかんないけどこれでコンタクトを取ってみたら日本にいませんって言われたらすいませんでしたって。ただちょっとねシャオはね似てんすよ。似てるよね。一回ねちょっとこれ地毛なのかなこれ。うん、いやだからつけてんのかなウィッグ。本当ここまでのこれはどっから入ったの聞いてみたいね。これ下手したら鉄拳が好きだからとかじゃなくてシャオユーに似てるって言われたからこっちに来た可能性すらある。ありますね。うん、あります。うん、あとはこの間来てくれたケンさんの友達がいるって言ってた青さんね、ひらがなの青さんですよ。そうそうそう、プレイヤーじゃない青さん、もうバッキバキのもう人コスプレのね、はいはい、で、うん、デビルジンもやってるんでやってるよね。だ彼はムキムキコンテストに出るぐらい毎日鍛えてる方なんでケンさんをはるかにしのぐバッキバキらしいです。なるほど、はい。いやでも写真からしてもなんかすごいよ。すごいすごいです。でこの人も CG みたいだもんね。はい。で3月かな、3月でも大会があってなんか結構いいとこまで行ってたみたいなんで。そうなんだ。あとはもう去年1回来てくれてるし、まあ僕らはもう毎度おなじみのですけど、うん、キキワンはねまたちょっと別のコスプレで、彼女はまあ話がうまいんで弁が立つ。彼女はしかも本当常識人ですよね。そうですそうです。だって昔から思ってるけど俺、この子は常識人だなと思って。本当にね、よくできた子ですよ。なんかね、うん、よくできた子。裏でいろいろ話聞いててもすごいまともなことしか言わないじゃない。うん、そうなんですよ。ひょっとしたらやっぱりご両親とかの育て方が良かったんだろうなって見てて思うもん。うんうん、出がいいってやつですね。なんかね。きっとね。すごいわかるよ。キキワンはだからカズミもやってるし、最近だと誰やってたかな。国光か。国光もやってるし。珍しい写真を撮られるのがあんまり好きじゃないコスプレイヤー。写真撮られるのが大嫌い。大嫌いなコスプレイヤー。なかなかの珍しい感じ。でも彼女が本当にもうもう何年も前の話になっちゃいますけどテレビチャンピオンのコスプレ王になってますからね。なってますからね、うん、当時だからコスプレなんてって言われた時代にね割とね、うんうん、だからもうレジェンド中のレジェンドですよキキワンは実は、うんうん、その時からコスプレサミットで準優勝してたりもしますし、うん、実はすごいコスプレイヤーのキキワンさん、あとはイラストの方ですね、イラストレーターさんで、うん、多分ね原田さんもね見たことはあります。知ってるよ。ねラグさんなのかな、ラグさんっていう方いらっしゃって、うんうん、やっぱりいろんな人にお願いされて絵を描くから、うん、だんだん画力が上がってきてるタイプそうそうそうあと 2,3 年すると相当もっと上手くなりますよ。伸びしろ全然あるね正直。俺割とまあ偉そうに言うわけじゃないけどこの業界長く見てるし多くのデザイナーとかねこう見てきてるし採用もさせてもらってるんで、でまあ自身がもともとね絵を描く人間だったの、うん、だから大体わかるんだけど実は全然めっちゃ伸びしろがあるまだ。まあ正直本人も分かってると思うんだけど、まだ実はね、本人的にもね分かってると思う。多分まだ不安定なんですよ。あれ定着してないですよ、あの筆は、あの絵は。全然、あれこう全然まだ進化するというか、もっと良くなるよ。あれめっちゃうまくなる。楽しみですね。でもね、例えばJB スタイルさんいるじゃん、はい、JB スタイルさんも最初その今ディレクターというか今は開発側のプロデューサーでもあるその中津、彼が原さんちょっと僕の知り合い友達にこういう絵を描く人いるんですけど、こういうちょっと鉄拳のこういうカードとかのイラスト描いてもらうと面白いと思うんですけどって来た時は俺実は画力で落としてるんですよ。いやこの人ダメ、なんでかっていうとうまいんだけど多分 2,3 年後にもっとうまくなってるはずだから、ちょっと現時点ではあれだねって言ったんだけど、見事にそうですよね、見事2年後かな、めっちゃ良くなったんですよ。なんかやっぱり本人悔しい思いもして書き続けたなってめちゃめちゃ上がったし、今もやっぱ上がってるし、それ今も俺完成してると思ってなくて、あの人もまだむしろあるんですよ、正直言うと。いや完成してる人なんてそのなかなかいないんだけど、俺結構そういう見る目だけはあってやっぱそのチームを抱えてる側だから、そういう意味で言うとラグさんは実はねまだね安定してないですよ。もっともっと伸びる。そうなんだ。だからもう、それ正直言うと3年ぐらい描き続けると結構今の絵から化けてるはずだし、本人がちょっと3年前の絵を描き直したい、いつまでもこう、この人結構ジョイスティックとかのデザインにお願いされてる人が、もう描き直すからこっち頼むから使ってくれって自分でも言うぐらい絵は伸びますよ。絶対分かるもん俺そういうの。そうなんだ。そうそうそう。